なんと、この後にですね、本編初公開となる、めいちゃんを寝起きドッキリでたまこ先輩とこまるが起こしに行った動画を流したいと思います。これはめいちゃんには秘密にしていてください。めいちゃんには内緒だよ、これはね。いくよ。うん。で、な、シチュエーション的には、どこだっけ？あ、そうだ。初めのお風呂入った、初日のお風呂入った日に、めいちゃんがお風呂入った後に、こまるたちが入って、で、その後に遊ぼうって言ってたから一回部屋に起こしに行ったら眠っていたんだよね、確か。コンってしたら返事がなくて、もう一回コンコンってしたら返事がなかったの。寝てるってなって、その瞬間に、あ、せっかくだからカメラ回そうぜって言って、こまるがスマホを取りに行って撮影したものです。はい。YouTube で公開されてるけど内緒大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。ヒューたちが、Twitter とかで言わなければわからへんわからへん。それでは、3219! 全員来たら寝てます。寝てます。すごい、すごい体勢で寝てます。なんか多分なんか、ああ、まだ起きようかな、疲れとか。みんな何より寝てるんで、私たちで布団をかけてあげようと思います。いや、起こします。起こしちゃダメだ、静かに。寒そうだなと思って布団かけようと思ったら、コンコンしたけど出ないから座布団かけてあげた。てか、コンコンしても出ないから。ちょっと人の部屋土足で入ってくるのやめてもらって。声変わりした？すいませんでした。失礼しました。どうも、たまたま。はい。こんな感じです。声ガスガスだったよね。声低い。めいちゃんってさ、普段から声低いけど、もっと低い声出たんだと思ってめっちゃ笑っちゃった。声低っ！本気出すのもっと低い声出たんだね。びっくりしちゃった。めいちゃんってさ、おめいちゃんバビ肉騒動出ちゃうって、これ。低っ。いやー、面白かった。先生の間違い、あれちゃう、あれちゃう。この声で ASMR やってほしいよね。本当にガチ寝起きボイスだよ、これ。ボイチェン外れていた？お、めいちゃんのボイチェンが外れた音声が出ちゃったけど、めいちゃん。ワンより低くて草。君たちより低い。めいちゃん言われてるよ、君たちより低いって。言われてるよ。男の子より低いんだって。いやー、これ、おもろいよ。寝起きドッキリってどうしてもやっぱやめられないよね。江戸時代の人もやってたのかな、寝起きドッキリ。